令和6年2月の1日県民交流センター。1月末で開いた。お店を閉めた二貫橋コーヒー院の山城さんが2月からはいるといた。ずっとそこにいるんですか？すごい、ちゃんとショーを準備してご無沙汰してます、はい、って言っても1週間ですね、はい、はい。じゃあちょっと向こうで話しますけど、ここに置いて書を書いたりしてるんですか？そうです。いいですね。いいですよ、電源もあるし。あら、そうなんですよね。携帯もそうなんですよ。いいんですよ、ね、税金払ってるんだから電気代をね。ここに皆さん来てください。はい、ゆっくり語りますよ。私みたいに来る人います？まだ初めて初めて、はい、よかった。あっちを閉めてから毎日来てる感じですか？まあ、ここに毎日は来てますけど、長時間いたりちょっとだけいたり、うん、まあそうですよね。だから私の応接間いっぱいあるから。そう、めっちゃ高級応接間じゃないですか、こんな広い。いや確かにね、もっとね、そういう公民館とか、はい、そういった公共の施設使うべきだなって思います。そう便利ですよ ね。どうせ税金で大きないいのを建ててるわけだから、はい、そうですね。確かに2階に上がって、あ、いいですね。じゃあここにしましょうか。はい、こんにちは。店を閉めまして、フリーになりまして、どこにでも行けるようになって、前は変わったのがですね、テレビを見る時間が増えたもんですから、そしたらなんと政治のね、まあつまらないなんかね、裏金だのどうのこうのとか、これで一生懸命テレビ局はやってるんだなというのをね感じますよ。もっとね、地震のこととかそういうことを語ればいいのに、民放は、ね、いかに視聴率を取るか、それに躍起です。そしてその時パッと思い出されるのが西郷さんの言葉。彼らはこの言葉を知ってるんでしょうか？命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ者は始末に困るもなり、この始末に困る人ならでは、患難を共にして国家の大業はなし得られぬなりっていうね、西郷さんが共に、ね、この国を良くしていくために、こういう人材でないと、なかなか難しい。命もいらず、ちょっと脅されたらやめる、ね、ちょっと圧力がかけられたらすぐ、ね、尻込む、ね、名声名もいらない、自分は知られなくてもこの国が良くなることになれば、ね、自分の名前などどうでもいい、官位今度大臣にしてやるから言うこと聞いてくれとかね、あるいは金もいらぬ人、こういう人はどう扱っていいか、始末に困る、扱いにくい、だけどそういう人でないと、ね、国家が、ね、疲弊したり、いろんな立場に追い込まれたり、問題抱えたりした時に一緒にやれるのはやっぱりこういう人だ。私は信じたい。こういう人が今の国会にも知られてはいないけれども、確かにいてくれることを願ってます。そういう思いで、私の残りの命はこの人のようになりたい。ですから活動を具体的に始めます。2月1日、まずご報告しますけれども、2月の23日天皇誕生日に、ここ県民交流センターの3階の小さな会議室ですけど、そこから私の新たな人生のスタートを切ります。そこで思いの丈、西郷さんを語り、西郷さんの思いを語り、
この国に何ができるのか、何が必要なのか、そのことをぜひ皆さんにお伝えしたい。ですから、まあ、近くの方、鹿児島にいらっしゃる方はぜひ来てください。一応費用がかかるものですから、会費は1000円というふうにさせてもらいます。そしてボランティアで受付してくれる人も同時に募集します。とにかく私にとってスタート、思いの丈をね、存分に、知ってる人は知っている3時間コースでみっちりとお伝えさせていただきます。ぜひご参加ください。それと3月には、吉田浩二君とコラボしてここでやっぱりイベントをします。へえ、3月いつですか？3月24日へ日曜日です。これは吉田君にちょっと任せて、吉田君が今後どういう方向で自分を生かすのか、それも彼から伝えてもらいましょう。そこに私と加わって、今から、まあ、こう自分で言うのもなんですけれども、本物が集う場にしていきたい、本物が集う交流センターにしていって、ここから新しい世の中が生まれる、そういう活動をしていくつもりです。この辺は楽しみにしておいてください。今日はあくまでも予告です、ね、つまりもう一度言いますよ。こういう人材をここから獅子を作ります、命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に困るものなり、この始末に困る人ならでは患難を共にして国家の大業はなし得られるなり。昔はいくらでもいたんですよ、幕末の志士たち、ほとんど、ね、我が身はさておいて世のため人のために尽くしたい、そういう人がざらにいたはずなんですよ。それが人間としての本来の在り方だと信じます。そして今も多くの人の心の奥に、自分だけが楽して贅沢して、ね、暮らしたいという心よりも自分を生かしたい、ね、役立てたい、ね、そういう思いの人が必ずいるはずです。そういう人をここに結集していくつもりです、ぜひ皆さんもそういう人がいたら声かけてここに行くように言ってください。はい、そのスタートの予告を今日はさせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、県民交流センターの館長になりそうなスピーチでしたねいやいや、そのつもりで、いい場所の交流センターにして、そう交流して、ね、交流するということは力を与え合うわけですよ、はい、そして力を増して全国に向かって飛び立っていく拠点にしていきましょう。以上です。